重機対策部隊とは、日本の警察の機動隊等に設置されている、専門部隊の一つ。警察内部で、重隊と略称される。重機等を使用した事案への対処を主任務とするほか、重要防護施設に対する警戒警備も任務としている。特殊部隊の出動を要するような重大事案に、対しては、サット到着までの初動対象を行うとともに、 到着後は、その支援に回る。このことから、サッドや NBC テロ対応専門部隊等、爆発物対応専門部隊等と共に、テロ対策部隊に位置づけられている。なお近年では、刑事部の特殊反捜査係と共に、事件現場に出動する例も見られる。三菱銀行人質事件で出動した特型警備車。 回マイナス7型緊急事初動対応部隊1968年に発生した金嬉しい老事件を契機として、翌昭和44年度より特殊銃の整備が開始され、昭和48年度までに全国都道府県警察に所定の配備が完了した。これに伴い、特殊銃を運用するための狙撃犯の編成も進められており、大阪府警察のライフル隊は、 早速1970年の瀬戸内シー・ジャック事件で出動している。また1972年の浅間山荘事件でも警視庁の部隊が威嚇射撃を行った。これらの部隊は常設ではなく指定された機動隊員が訓練を行い事件発生時に召集されるというパートタイムの部隊であった。その後も三菱銀行人質事件など銃器を用いた 凶悪犯罪が多発したことから、特殊渋滞は単なる狙撃犯にとどまらず、立ってこもり犯人逮捕のための突入訓練なども行うようになっていった。警視庁の部隊は、銃器を使用した犯罪に対処する特殊警備部隊として、機動隊関越式に参加していたが、この際には、防弾棒、防弾衣を着用し、ガスト発射機を携行していた。1996年4月1日、 警察庁は都道府県警察に通達を出し、臨時編成部隊であった特殊渋隊を機動隊の常設の機能別部隊として再編成し、部隊名称を重機対策部隊に改めた。この改編により、重機による犯罪に対処するだけでなく、対テロ作戦も所掌するようになり、拳銃、狙撃銃、防弾棒、防弾衣や防弾立て、 特型警備車などの資機材の整備が図られた。その後も2001年のアメリカ同時多発テロ事件に伴って重要防護施設警戒が強化されたほか 2002FIFA ワールドカップを控えて機関拳銃も配備されるなど充実強化が進められた。また2015年4月サミット警備を控えた警視庁では重機対策部隊から選抜した要因によって 緊急時初動対応部隊を設置した。従来は警視庁の各機動隊の重機対策部隊が持ち回りで当番を割り当てられていたが、これでは複数箇所で事案が発生した場合の初動対応に難が生じることから1000人の部隊を設置したものであった。また、パリ同時手発テロ事件を受けて2016年春には、 大阪府警察も銃器対策部隊を3個小隊から4個小隊に増強してアートと同様の任務を担うアートを設置している。原子力施設の近くに特型遊撃車を駐車し MP5 を携行して警戒に当たる隊員特型警備車より後車展開し MP5 と防弾立てを構えて前進する隊員蒸気の通り銃器対策部隊は 機動隊等の専門部隊の一つと位置づけられており、警視庁機動隊では各機動隊ごとに、また大阪府警察機動隊でも各機動隊に1個小隊ずつが配置されてきたが、少なくとも大阪府警では上記のアートの編成に伴って計4個小隊に増強されたものとみられている。これらの部隊の中には、警視庁第7機動隊や宮城県警察、 埼玉県警察の部隊のように、レンジャーに準じたラペリングに対応できる部隊もある。警察庁は、銃器対策部隊のほか、特殊部隊、NBC テロ対応専門部隊等、爆発物対応専門部隊等をテロ対策部隊と位置づけており、銃器対策部隊の任務として、銃器等を使用した事案への対処を主たる任務とし、原子力関連施設の警戒警備にも当たっている。 また、重大事案発生時には、サットが到着するまでの第一次的な対応に当たると、共に、サットの到着後は、その支援に当たるとしている。また、原発特別警備部隊などにも、重機対策部隊に準じた要因が配置されている。重機編集、日本の警察官特殊拳銃及び、日本の警察官特殊銃も、 参照上記の通り、銃器対策部隊の前身となる部隊は、もともと特殊銃を運用するために設置された。警察官等特殊銃使用及び取扱い規範では、警察官が所持する銃のうち、警察法第68条の規定により対応されるもの以外のものを特殊銃と規定している。特殊銃としてはまず狙撃銃が配備され、当初は、法はゴールデンベア。 後にはこれをフルモデルチェンジした方は M1500 が用いられた。蒸気の経緯により2002年からは H&KMP5 機関拳銃の配備も開始された。その後、パリ同時多発テロ事件を受けて2015年には大都市を抱える警察本部の銃器対策部隊を対象として自動小銃の配備も決定された。拳銃としては当初、 一般の警察官と同様にニューナンブ M60 が主流であり、MP5 の配備開始後の演習でも登場していた。その後、シグサウアー P230 や S&WM3913、ベレッタ92バーテック、P2000 の配備も確認されている。その他の装備、編集発足当初、防弾ゴロモなどの個人装備については試行錯誤、自助努力の時期もあったが、 その後、防弾坊と特殊防弾衣という組み合わせで、全国的に統一が進んだ。また突入型防弾衣を着用している部隊もあるほか、警察本部独自の予算で、タクティカルベストやゴーグル、サングラスなどを装備した個性的な部隊も見られる。車両として、装甲車である特型警備車や特型遊撃車が配備、されている。また、平成十七年度補正予算より、 トヨタランドクルーザーなどをベースに防弾防爆加工を施した小型遊撃車も導入された。降車後の防弾装備として金属製の銃眼付き防弾盾が使用されているほか突入時に携行するための透明な小型防弾盾もある。第44普通化連隊と共同訓練を行う福島県警機動隊1996年の高領死因事件。 1999年の後、半島岐阜新鮮事件などの北朝鮮工作員関連事案を通じて、ゲリラコマンド事案の脅威が認識されるようになった。これを受けて、2000年2月に国家公安委員会と防衛庁とで、治安出動の際における治安の維持に関する協定が締結されたのに続いて、2001年2月には、警察庁及び防衛庁とで細部協定が、 締結され、2002年4月までに、各都道府県警察と陸上自衛隊の隠し旅団とで現地協定が締結された。そして共同図上訓練を経て、2004年9月に警察庁と防衛庁とで治安出動の際における武装工作員等共同対処指針が策定されたのを受けて、2005年3月には、各都道府県警察と陸上自衛隊の 各資料団とで治安出動の際における武装工作員等事案への共同対処マニュアルが作成された。これに基づき同年10月より共同訓練が開始された。第1弾として北海道警察と陸上自衛隊北部方面隊とが行った共同実動訓練では警察側からは同系のサットが参加したが、以後の各地の訓練では 各都道府県警の重機対策部隊も頻繁に参加している。2005年前後から警察、海上保安庁、税関、入国管理局などが合同で公安や空港を対象としたテロ対策訓練を実施しており、一部の地域では重機対策部隊も参加している。この訓練は水際危機管理対策訓練と呼ばれており、 テロリストの入国を水際で阻止することが目的である。ありがとうございます。